教育職員免許法施行規則は、教育職員免許法の規定に基づき、及びその規定を実施するために定められた省令である。現在の省令は、旧、教育職員免許法施行規則の全部を改正したものである。日本における、教員の免許上の授与制度の細目を定めており、特に授与を受けるのに必要な単位とその内容について、規定しているので、 重要性の高い省令である。同法の詳細規定は本省令に多くを委任しているため、教育職員免許法施行規則の参照なしに、日本の教員の免許上の制度を理解することはできない。一方、改正頻度が高く特例や経過措置の規定も多いため、素人が例文を読み落とさないで理解することは容易ではない。旧省例では、教員免許状の他にも、 校長免許状、教育長免許状、指導指示免許状について規定していた。新省令は校長免許状、教育長免許状、指導指示免許状の廃止に伴い旧省令を全部改正したものである。学校教育法の一部改正、学校教育法施行規則の教育課程その他の保育内容に関する事項、 教育過程に関する事項についての一部改正、教育要領、学習指導要領の全部改正、一部改正などがある度に改正されるのが通例で、改正の頻度がかなり高い。改正が繰り返された結果、かなり条文構成は雑多であり、改正省例の不足までもを参照しなければならないことを踏まえれば、教育法の中ではかなり複雑な法令である。 ありがとうございます。